ちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、ブラシのお掃除をしながら皆さんからの質問にお答えしていきたいと思います。先日ですね、インスタグラムのストーリーズの方で何か質問ありますかっていう風に募集させていただいたので、そちらに、お答えしていこうと思います。で、ちょっと手持ち無沙汰もなんなので、メイクブラシを掃除しながらやっていきます。ちょっと途中で、あ、このブラシめっちゃいいよみたいなのを紹介しながらやっていけたらなと思いますが、クリーナーとして使用していくのはですね、こちらの上田美衝堂さんのデイリークリーナー筆美人っていうスプレータイプのやつ、これ 2,3 プッシュね、ティッシュに出してススーッと拭くだけで結構ブラシ綺麗になります。ちなみに最近気に入っているチークブラシはベアミネラルの、このブラシ気に入ってます。じゃあちょっと掃除しながら、質問にお答えしていこうと思います。まず質問1、ずっと愛用しているものやコスメがあったら教えてください。ブライトワールのスキンローションと飛躍、あとは NARS のコンシーラー、このタイプのコンシーラーは結構ずっと使ってると思います。あとは物で言ったらね、マリクワの黒のお花の鏡、あれ高校生の時からずっと使ってます。はい。メイクの色合わせはどう思いつく、どうやって考えたら失敗しないですかっていうことなんですけど、経験っていうとこもあると思うんですけど、基本的には同系色と補色の関係、ここの2つを理解してると結構ね、失敗しないと思います。例えば同系色系でまとめるメイクって言ったら、ピンクでまとめようって言ったら、アイメイクちょっとピンクブラウンで、リップがちょっと透明感のあるローズ系のグロスで、チークもちょっと柔らかい桜色みたいなちょっとピンク系で、でもそれぞれちょっとずつ深みがあったり軽さがあったりみたいな感じで統一するとか、あとは補色っていうのは色相ってこういうさ、なんか丸いね、色のトトトトトトトってなってるやつがあるんですけど、それのいわゆる補色の関係、対極にいる色っていうのは、まあいわゆる反対色って言えばいいのかな。紫の補色はまあオレンジ黄色らへんだと思うんですけど、そういう補色カラー同士を組み合わせるとちょっと個性的でパンチの効いたような、メイクができます。例えば薄い淡い紫のラメをぐわーっと塗ってちょっとオレンジ系のアイラインを引くとかってなったら個性的でちょっとかっこいい印象になったりするし、そういうのをアクセントで入れるっていうのもすごい可愛いと思います。でちょっとこれね、ジョン・シェンムルのこういう液体コンシーラーとかを使った時っていうのはできるだけこの洗うタイプのクリーナーを使うのがいいんですけど、まあどうしても毎日できないっていう時はこういうね、スプレーでこれも1回拭いちゃいます。まあでも2日に1回は絶対に洗った方がいいと思いますね、液状のものを使った時は。はい、で次、今年おすすめの日焼け止めっていうのは、先日ビデオにまとめたのでよかったらそちらご覧ください。でその時にご紹介できなかったけど、あ、私結構使ってるみたいなのってまあまああって、それっていうのは例えば光源堂の UV ジェルとか、その光源堂の UV ジェル今でも愛用してるんだけど、めちゃめちゃ愛用していた時期があってですね、でその時に結構 SNS で発信してたんですけど、それを聞いて兵藤さゆりさんの動画を見て光源堂の UV ジェル買いに来ましたっていう店頭に来てくださる方がすっごい多かったらしいんですね。光源堂のその担当者の方から後から聞いたんですけど、毎日本当に兵藤さんの名前を聞かなかった日はなかったっていう風におっしゃってくださって、本当に皆さんが私がね、知らないところでさ、私の名前をたくさん出してくださってるっていう風に聞くんです。本当皆さん布教してくださってありがとうございます。必ずね、行ったら私の名前言ってほしいとかそういうわけではないんですけれども、わざわざね、言わなくてもいいのに言ってくださって本当に感謝してます。ありがとうございます。脱線しましたね、すいません。はい、さゆりさんの服すごい好きです。服は普段どこで買いますかっていう質問に行こうと思います。服はですね、ソフィットかビームスで買うことがすごく多いです。ソフィットは結構新宿店に行きます。はい、で今掃除していたブラシはですね、こちらのカジェイリちゃんプロデュースの、エナモルのブラシの06番のこのね、めちゃめちゃ細いブラシがあるんですけど、これかなり小回りが効いて私すごい大好きです。目の際とかにすごい使いやすいので、これエナモルのブラシの中で私一番気に入ってるかもってぐらいです。カジェイリちゃん見てるはい、じゃあ次の質問いきますよ。料理上手になる秘訣ね。これ多分ね、インスタ見てくれてる人だと思う。インスタのストーリーズを見てくれてる人からの質問だと思うんですけど、まあ料理もメイクも、まあできるだけ毎日するみたいなものなので、嫌いにならない、好きでいる工夫をしっかりするっていうのが結構大事だと思っていて、例えばメイクとかも乗り気じゃない時に無理やりやってもただただ嫌になるだけじゃないですか。なので、そういう時は日焼け止めだけとかでもいいと思うし、料理も気分が乗らない時は、私料理好きだけど気分乗らない時はやっぱ作らなかったりとか、普通に買って帰ってきたりとかウーバーしたりとかしちゃうんですよ。なので料理しなきゃとかメイクしなきゃみたいな感じじゃなくて、したい時にしようぐらいなテンションでいるようにしてます。でも私料理好きだからそのテンションでコンスタントにできるとは思うんですけど、どうなんだろうね。でもそれでも長期的な目で好きで居続けられるような距離の保ち方って大事じゃないですか、何事でもなので、そう思います。はい。で、目の下のクマにいいコンシーラーを教えてくださいっていうことなんですけど、やっぱり困ったらオレンジ系がいいと思います。どれがいいかわからないっていう方は、オレンジ系がいいと思うんですよね。で、おすすめとしては、エトボスと、ブランエトワールとルナソル。ここら辺は結構肌なじみが良くて、初心者さんでもどんな方でも割と使いやすいコンシーラーかなって思います。質問じゃないのですが、いつかお会いしたいです。ありがとうございます。いや、こういうのね、嬉しいですね。そうやって思っていただけ続けられるように頑張りたいと思います。はい、次、今でも仕事緊張するってことなんですけど、皆さんどうですか？私はね、皆さんと多分同じだと思うんですけど、今でも緊張する仕事と、もうさすがにしないっていう仕事があります。で、現場はやっぱ今でも緊張します。特に初めての現場、初めてのスタッフさん、初めての人にメイクするっていう時は、やっぱりその人たちのこともわからないし、どんなことが求められてるのかとか、やっぱりこういう演者さんとかでもね、ヘアメイクさんにここまで求めるっていうね、人とそんなに求めない、意外とそこはマネージャーさんがいるとかっていう風な感じで、こう空気感がね結構人によって本当に違ったりとか、楽屋でおしゃべりしてくれる人もいれば全然喋りたくない、キャラ的にはすっごく明るいんですけど裏ではもう一切喋らないみたいな方ももちろんいますし、そういう風にやっぱ空気を読んでいかなきゃいけない、読み取ることがすごく多いので、やっぱり初めての現場の前の日っていうのは私ね結構今でも 2,3 時間に1回夜起きちゃいます。目覚めちゃう。そのくらい多分緊張してます。で、次、おすすめのオールインワン教えてください。スキンケアですね。私ね、これしか思いつかなかった。高原堂で今、夏限定で、期間限定で出ている高原堂のオールインワンリフレッシュジェルなんですけど、これ、普段は赤いパッケージというか、で中身がちょっとクリームっぽい感じなんですけど、夏限定でこれジェルタイプでオールインワンのものが出ていて、香りもそんなに強くないけれどもちょっとすっきりしたような香りで、透明のねこれジェルタイプなんだけど、すごい伸びが良くてみずみずしくて、本当にこれ1本で大丈夫なんですよ。でこれ1本でこのサラサラで大丈夫って思うんですけど、メイク塗りもすごいいいし、メイクのもろもろとかもちろん出てこないし、これねだいぶ押したい。これ私多分プレゼントとかでこれからいろんな人にあげちゃうと思うっていうぐらい、女子にもいいと思うし男性もすごいいいと思う。ペアで使いたい方とか超おすすめです。はい、次、おすすめの毛穴治療。はい、おすすめの毛穴治療は、先日動画で出したんですけど、青山皮膚科でやった毛穴レスジェニシスが結構良かったなっていうふうに思います。じゃあね、一番最後の質問です。さゆりさんが思うメイクがうまいって何？っていう質問なんですけど、なんだろうね。でも、アイライン引くのがうまいとか、眉毛を左右非対称にかけるっていうのが、メイクが上手い人かっていうと、そうじゃないと思っていて、そのメイクがその人に似合っているかどうか。で、さらにそのメイクだけじゃなくて全身のこのトータルのバランスとして、メイクがいいポジションにいるかっていうのは結構重要だと思います。顔だけ歩くわけじゃないんで、トータルバランスを見てメイクをできるっていう人はやっぱメイクがうまいなっていうふうに思いますし、あとはそのバランス感っていうのも、これ浜田まさるさんがおっしゃってて私もすごい共感したんですけど、そのバランスをあえて外したりとか、バランス良くしたりとかっていうのをちゃんと本人が自覚しているかっていうところはかなりあると思うんですよね。例えばちょっと外したメイクとか、すごい奇抜なメイクとかね、わからないけれども、そういうのをした時に自分がそれが個性だ、これがファッションだ、自分が今日表現したいのはこれだっていうふうに自覚してればそれって個性になると思うんですけど、そうじゃなかったらそれってなんか他人から見たらちょっと疑問じゃないですか。なので、本人が自覚してそれをまとっているかっていうところも結構そのメイクがうまいなとか素敵なメイクするなっていう人とそうじゃない人のポイントかなっていうふうに思います。はい。ということで、今日はですね、質問にトン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 と答えてみました。皆さん、いかがでしたでしょうか？こんな感じで、結局さ、ブラシほとんど私話してるだけで全然掃除できてなかったんですけど、またそうだな、じゃあ最後にちょっともう一個お気に入りのブラシ紹介しときましょうか。じゃあ最後にちょっと私が気に入ってるコンシーラーブラシちょっと紹介します。これかな。全部ねちょっとタイプが違うんですけど、これが美粧堂さんのこういう感じのね丸い感じでもうタップしながらなじませるコンシーラーブラシで、これがジョン・センブルのちょっとね横から見ると三角になっているコンシーラーブラシで、あとはこう割と平たい筆のねベアミネラルのコンシーラーブラシ、ここら辺結構気に入ってるかなって感じかな。ツヤっぽくピタッとつけたい時はベアミネラル結構おすすめだし、メイクが苦手でコンシーラー苦手って人は美粧堂さんおすすめだし、あとは例えばこういうコンシーラーをつけつつ、例えばさこういうノーズとかも練り状のこうスティックとかでこうノーズラインきれいに作ってそういうのをぼかす作業とかも一緒にしたいみたいな方はジョン・センブルおすすめかな。ジョン・センブルちょっと上級者の人も納得できるというか使えるって感じかな。ということで大丈夫かな。こんな感じでなんかね皆さんが物足りないんじゃないかって心配になっちゃうっていう、これは職業病なのかなって思うんですけれども、じゃあ本日の再リクエスチョンはこちら。皆さんがちょっと何も考えてなかったんだけどな、そうだな、皆さんがブラシ掃除する時に愛用しているものって何かありますか？私結構美粧堂さんとか、あとは、メイクアップフォーエバーのリムーバーとかね使ったりするんですけど、よかったら教えてください。あとスポンジはね資生堂のクリーナーとか結構そっち使います。ということで本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画楽しかった、ためになったという方は是非チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄からインスタ、ツイッターフォローしていただけるので、そちらも行っていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。